ようこそ我がラボへ。電脳サイエンティストのファイだ。さて、前々回の実験で私は空を飛びたいと思ったが、まあ、なんていうのかな、こう前々回な、まあロケットの回なんだけど、こう飛んだというよりは飛ばされたみたいな感じになっちゃって、それは違うんだよ。私の定義ではこう空を飛ぶっていうのはこう空中に行って、こうある程度こう自由自在に移動できないと飛んだとは言えないと思ってるんだよ。そこでなんかいいアイデアはないかとこう考えたんだが、チラッチラッ、ある。いや、あ、さすが友永さんだ。具体的には、ドローン。あ、いやでもドローンってこう、なんかちっちゃい大きいやつがある、いやでも大きくてもさ、結局こう私がこうしがみついてわーってなって、こう吊るされてこうブーンって、そんなバックアップ それなさってき、最先端技術、最先端聞いたか、ラボメン諸君、ついに我が研究所もそのレベルに達したぞ。どうやら今日やることは決まったらしい。ではラボメン諸君、後半へ続く。ファイチャンネル、じゃじゃーん。ってアホか。一応聞くけど、さっき言ってたあの最先端技術のバックアッププランっていうのはこれじゃないよね。これなの？どこにさ、ツッコミが間に合わないよこれ。見てこれ、ほら、角っこのところとかさ、これわかる、これこうなんかちゃんと切れよ。せめてちゃんと切れ。だから今たった今ここでその最先端技術を使ったバックアッププランが崩壊したところなの。行かない。これ大丈夫、これおおって、でもなんかこう慣れてきたぞこれね。おお、よいしょーって、おおおおおお、そういうルールね。なるほどね。でもこれはついに科学の力で空を飛んだと言っても過言ではないのではないか。友永さん、これなんかピピピピって言ってますけど、これ大丈夫なんですか、これ。バッテリーが切れた。いや、おかしいでしょ、ちょっと充電しとって、ちょっとプロペラ止まって、ちょっとプロペラ止まった。あれ、止めてる、止めてる、さすが最先端技術。うわあ、友永絶対許さんからな。